皆さん、こんにちは。俳優や歌手として活躍している高橋克典さん。甘いルックスと抜群のスタイルで数多くの女性ファンを虜にしています。今回は高橋克典さんの死去、病気、幼少期について紹介します。名前、高橋克典。性別、男性。生年月日、1964年12月15日。星座、射手座。血液型、O 型。身長、175センチメートル。出身地、神奈川県駒橋。ジャンル、俳優、歌手。デビュー年、1993年。デビュー作、ポケベルが鳴らなくて。所属事務所、K-、ダンディな声と鋭い眼光、鍛えられた肉体。活動的でワイルドな高橋克典さんは、年齢を感じさせない色気や渋さで世代を超えて人気がありますね。そんな高橋克典さんの代名詞といえば、サラリーマン金太郎や特命係長、ただの人氏ではないでしょうか。程よい日焼け具合、ぶれない信念と精神力、誰にも負けない腕っぷし、まっすぐに伸びた背筋、老若男女を虜にする男気。これらのドラマで見せた完全無欠のヒーローイメージがすっかり確立していますよね。そんな高橋克典さんに死亡説が出ています。調べてみたところ、今現在も高橋克典さんはご存命です。ではなぜ高橋克典さんに死亡説が出ているのでしょうか。亡くなったのは高橋克典さんではなく、俳優の高橋克明さんでした。名前が似ているだけあって、見間違えた人が多かったのでしょう。8月19日に高橋克明さんが心筋梗塞のため死去しており、59歳だったことを所属する文学座が発表しています。葬儀は近親者のみで執り行われたといいます。高橋克明さんは1964年、大阪府生まれ、玉川大文学部卒業後に、文学座附属演劇研究所に入所し、1990年に初舞台、ジュニア、ジャンガリアンなど多数の舞台に出演しています。昨年11月、ひまわりが遺作舞台、映画では火の花、戦跡に出演しています。死亡説は人違いでしたが、実は病気の噂がありました。一時は癌なのではないかとまで言われたほどでした。気力も体力も十分というオーラすら漂っていた高橋克典さんが、体調について言及したのは2019年12月27日、自身のブログで、12月に入ってから倒れそうな状態が続いているというのです。このブログの前月である11月から、全身の不調や倦怠感、左耳の異常、軽いめまいや吐き気などがあったのだとか。一聴すると過労や三半規管の不調のような印象を受けます。後者の場合、メニエール病といって、内耳にリンパ液がたまることで平衡感覚の障害やめまい、耳鳴りなどに悩まされ、治療が困難なケースも多いと言いますので、注意が必要です。2019年12月29日には、同ブログで寝込んでおりますというタイトルの投稿をアップした高橋克典さん。そんなことも含めて、高橋克典重病などの噂にも発展し、療養中の高橋克典さんがインターネットを見た際に大事になっていて驚いたとのこと。人気俳優として多忙な日々を過ごしている高橋克典さんですから、当然ながら過労という原因もあるでしょう。高橋克典さんの過去の仕事を振り返ってみると、シリーズ化されるドラマが非常に多くありました。サラリーマン金太郎では1999年から2004年までシリーズ化され、特命係長ただの人氏は2003年から2012年までシリーズ化、広域警察では2010年から2021年までシリーズ化されていて、大きな仕事がそれぞれ少しずつ重複したりもしています。撮影やその準備、アクションやそれに付随したトレーニングも含めて、長期にわたりかなりの過密スケジュールであったことは一目瞭然ですね。またそういった疲労に加えて、最愛の母である角田佳子さんの死去という影響もあるでしょう。
角田佳子さんは青山学院女子短期大学の名誉教授を務められたほどの人物です。高橋克典さんという人間形成への影響も大きかったと思います。また角田佳子さんの死去は2019年10月11日で、高橋克典さんの体調不良の2ヶ月ほど前の出来事でした。過労に心労が加わって一気に体調を崩すことも十分に考えられますね。重ねて叔父である梅宮達夫さんが2019年12月12日に亡くなっています。叔父として芸能界の先輩として高橋克典さんを可愛がっていたという梅宮達夫さんは6度にわたるがん手術で懸命に生きようとしていました。梅宮達夫さんとは特命係長ただの人志シリーズで長きにわたって共演もされています。晩年は大先輩の役者という側面も非常に大きかったと思われ、まさに公私ともに深い関係性だっただけに、この闘病から死去への階段は高橋克典さんにとってもと相当な衝撃があったはずです。そんな梅宮達夫さんの姿を見ていて、高橋克典さんは随分と心を痛めていたでしょうし、亡くなったことは相当なショックだったのではないでしょうか。このように過労に加え立て続けに親族の死去が重なったことで、心と体のバランスを崩してしまった高橋克典さん、それが原因で一気にあの体調不良へとつながっていったのでしょう。またそのような状況の中でも懸命に仕事を続けていた高橋克典さんは2020年には NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」に出演し、順調に撮影をこなしていました。しかし共演者の沢尻エリカさんの大麻取締法違反によって代役川口春奈さんが立ったため、全シーン撮り直しという過密スケジュールもこなしています。こういったことが容易に起こる芸能界ですから、過労や心労には十分に注意が必要なのですね。徹底的に調べてみましたが、がんというそのような事実は出てきませんでした。梅宮達夫さんは前立腺がんや肺がんなど6度にわたるがん手術を受けていましたので、一部のファンがそこと混同してしまった可能性もありますね。また高橋克典さんは NHK 調の連続テレビ小説「舞いあがれ」に出演し、主人公の父親役を演じました。その役どころで資金繰りに当本清掃して心労がたたり、心臓発作で亡くなってしまうという最後を迎えたのです。そういった情報が誤解を生んで癌であるという噂につながっていった可能性もありますね。そのようなファンの声に配慮したのかは分かりませんが、健康であること、数値が回復し A になったことを自ら公開することで癌であるという噂を完全払拭したという形ですね。これには多くのファンも一安心といったところでしょう。ということで、高橋克典さんが癌になったはデマです。高橋克典さんは現在もドラマにテレビに大活躍で、最近では NHK のラララクラシックなどにも出演し、活動の幅も広がっていますね。こういった年齢から新しい挑戦ができるのも体力気力が充実している証拠、現在も元気に活動していると言っても過言ではありません。極端な中年太りもなく、姿勢も非常によく、美しい肉体と健康を維持していると言っても支障ない高橋克典さんですが、何か秘訣はあるのでしょうか。本人が言うには運動と食事だそうですが、代謝やバランスに注意しつつ、ストレスをためないように甘いものも我慢しないそうです。食事は基本1日1食としていますが、食べたい時は何度でもというフレキシブルさも持ち合わせています。高橋克典さんの健康の秘訣は基本しっかり時々ゆるくのようなものなのかもしれませんね。2019年9月2日に放送された徹子の部屋に出演した際には、小学3年生で見た家庭崩壊、知られざる幼少期の体験を語っています。アメリカ大使館に勤めていた祖父と祖母、そして音楽家の両親の下で育った高橋克典さんは、初等部から青山学院に通い豊かな生活を送っていましたが、祖父が多額の借金を負う決めに遭い、環境がガラリと変わってしまいます。さらに祖父母は病に倒れ、
両親は外で忙しく働くばかり、家庭崩壊とも言える状況を過ごした高橋克典さんは、今息子を育てることで人生をやり直している感じなのだと語っています。最後に高橋克典さんの年収について紹介します。高橋克典さんは長年第一線で活躍し続けている実力派俳優です。ドラマや映画、舞台と幅広く活動する。彼の年収はどれくらいなのでしょうか。高橋克典さんの推定年収とその内訳について詳しく見ていきましょう。高橋克典さんの推定年収は1億円を超えると言われています。俳優業を中心に歌手活動や CM 出演など多方面で活躍する彼の収入源は多岐にわたります。高橋克典さんの年収の内訳の一つ目はドラマ・映画出演料。高橋克典さんは数多くのドラマや映画に主演出演しています。最近では NHK 大河ドラマ「どうする家康」や映画「マイ・プレシャス・リスト」などに出演しました。ドラマの出演料は1本あたり1000万円以上、映画では2000万円以上と推定されます。2つ目は CM 出演料。高橋克典さんは複数の企業の CM に出演しています。有名俳優の CM 出演料は1本あたり数千万円とも言われており、年間で1億円以上の収入になる可能性があります。2つ目は歌手活動。高橋克典さんは俳優業の傍ら歌手としても活動しています。コンサートやイベント出演、 CD 販売などからの収入も年収に貢献していると考えられます。高橋克典さんの推定年収は1億円を超え、俳優歌手として多彩な活動から安定した収入を得ています。ドラマや映画、 CM 出演などさまざまな分野で活躍する彼の姿勢は多くのファンに支持されています。今後も高橋克典さんの活躍から目が離せません。いかがだったでしょうか。今回は高橋克典さんの死去、病気、幼少期について紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。